カラスタケは、丹子金門原竹綱イボタケ木に属し、イボタケ科のカラスタケ属に分類されるキノコの一種で、ある。カラスタケ属は本種のみを含む単型属である。小実体は、根元から何度も繰り返し枝を分かち、各枝の先にヘラ形から線形あるいは胃腸形の傘をつけ、全体として、舞ケ状、または、ハボタン状をなし。 高さ10から20センチメートル、計10から30センチメートル、傘の表面は濃いアイクロ色で、ほとんど平滑。仮面は、開白色で、粉状を停止、放射状の低いシワヒダを生じ、傘と柄との境界は、不明瞭。肉は、生育時には、柔らかい肉質であるが乾くと脆い単質となり、ひじきに似た強い匂いがあり、水酸化カリウムの水溶液で黒変する。 胞子門は白色を呈し、胞子は類休憩で細かく不規則なイボを帯び、無色で大きさ4から64から6マイクロメートル、水酸化カリウム水溶液中では暗緑色を帯び、端器は4個の胞子を付け、シスチジアはない。肉の菌糸はゼラチン化せず、外面に暗青色の色素を沈着し、単子器の基部や肉を構成する菌糸の隔壁部にはクランプを備えている。 夏から秋にかけ、新葉樹林内の地上に群生する。紅葉樹林内に生えるとする文献もある。日本では、白び草や頭皮の林内あるいはエゾ松と土松に、カンバ類を交える林内で見出されることが多く、石川県下では、赤松と紅葉樹の根光林で見出された例がある。海外でも頭皮族や、モミ族の樹下に発生するという。当初は地中に埋もれた材から発生する。 可能性があると推定されていたが、現在では、新葉児の生きた細根と共生して栄養所を供与しつつ光合成産物を得る、外菌根菌の一種であるとみなされている。外菌根菌培養で、一般的な改変メリンノルクランスバイチ I、または改変メリンノルクランスバイチ I。 ブドウ糖 10g、KNO3250mg、コクル 250mg、k h 2 p o 4 0 5 g マグソ 47H2O150mg、塩化ナトリウム 25mg、1%ファクル 31.2ml、1L を用い、個実体の内部組織を分離源として培養することができるが、培地上での子実体形成や、無症生殖器官の形成は見られない。 広く短子菌培養に用いられる、ジャガイモイコールブドウ等間転培地でも生育する。培養指摘温度は20摂氏25度であるという。1898年、北アメリカのメイン州で初めて採集され、アンズ竹族の一新種として記載され、そのタイプ標本はニューヨーク州植物園に収蔵されている。アンズ竹族に所属させることにギネを抱き、 親属を設けるべきではないかと考える研究者もあったが、その後、再度の最終記録は長きにわたって皆無であった。後に、カラスタケを基準種として親族属パーリオゼラスが提唱されたが、その後のカナダからの再発見に関するレポート上でも、なおアンズタケ属の所属種として扱われていた。さらにワイオミングよびコロラドにまたがるロッキー山脈の山中や、 ワシントン及びオレゴンにかけてのカスケード山脈での観察結果に基づき、キャンサレラス・クラバタスの単なる異常型とみなす説が提言されたり、あるいは北アメリカからの最終報告に伴って、クロラッパタケ族に置く意見も出されたりした。1947年の時点でも、アンズタケ族をカラスタケのみを含む新説を含め5つの節に分けるに留まっていた。その後、 奉師が明らかにイボに覆われて、根底登場を成す点や、小実体に特殊な色素を暗有する点を根拠として、独立した一族として認められるとともに、さらにイボタケ家に転属されることとなり、その家内に新たに設立されたカラスタケ連に分類された。前後して、カラスタケをイボタケ家の基準族であるイボタケ族に置く見解も公にされたが、イボタケ族の金では、 古実体が強靭な角質で、乾いても脆い単質とはならない点が重視され、現代ではカラスタケ属を独立させるのがほぼ定説となっている。日本では1920年9月5日に、霧島山で採集されたのが最初である。この標本は初めは、シウキンと誤られ、フィリカーベンやスダイロイドという親属新種として発表されたが、この学名は、 現在ではカラスタケの異名として扱われている。日本では北海道から九州までの地域で分布が確認されている。海外では北アメリカカナダ韓国及び中国からの記録があるが、それ以外の地域からは現在までのところは知られていない。食用になるが、ひじきのような独特な匂いがあり、また黒色の色素を多量に含むこともあって、 どんな料理にでも使えるとは言えない。煮込みや天ぷらにするほか、さっと湯がいて油炒めやピクルス和え物などにする。韓国でも食用キノコとして扱われているという。ポリオゼリンの分子構造性のカラスタケコ実体をメタノールで抽出し、さらに乾固して得たエキスをベンゼンとクロロホルム及び酢酸エチルで分配し、酢酸エチル症を減圧乾固させた後、 酢酸エチルで洗浄する。これをメタノール兼濁液とし、遠心分離してから沈殿物を除去し、さらに上積みを減圧濃縮し、選手パックアズ HPLC で生成すれば得られる。能力色の粉状物で摂氏245度で分解する。ジメチルするホキシドやピリジン及び酢酸エチルに、火曜メタノール及びエタノールにわずかに溶け、塩化メチルや、 N ヘキサンあるいはベンゼンや水には溶けず、UV スペクトルは、ジヒドロテレフォール酸の構造を示唆し、分子式、C22H14O10、6、12ジアセトキシ2、3、8、9、テトラヒドロキシベンゾ、1、2BB4、5B ビスベンゾフランの構造を持ち、エンドペプチダーゼに対して、阻害活性を示す。実体からジオキサンによって抽出することもでき、 塩酸などによる、加水分解を経て、テレホール酸が誘導される。シトクロム P450 に対して、阻害活性を有する。プロリルエンドプロテアーゼの阻害活性を示すが、大腸菌やサルモネラ菌、シュードモナス、黄色ブドウ上級菌、カンジダ菌などに対する抗菌活性はない。一方で、 マウスの肝がん細胞におけるフェーズ2酵素や人の骨髄性白血病細胞の分化を誘導する性質もあるという乾燥した小実体をアセトンで抽出しエキスを冷却してマンニットなどの不純物を分離除去した後エーテルに可用性の部分を除くさらに石油エーテルで洗浄しピリジンから再結晶を行うことでカマンガン酸カリウムに似て 若干の金属光沢を持つ黒子色の、両中上結晶を単理することができる。有点は不明であるが、摂氏350度以下では溶融せず、水及び多くの有機溶媒には不要である。濃い水酸化ナトリウムには不要、希薄な水酸化ナトリウムや炭酸ナトリウム及び、アンモニア水にはわずかに溶解して、青色溶液となり、後に暗緑色となる。脳塩酸では変色せず、 濃硝産では、透光色。濃硫酸では濃い藍色を呈する。吸収極大は495ナノメートルにある。三重県産のカラス竹を材料とした実験例では、古実体乾燥品に対する収率は2.3%で、元素分析や誘導体合成実験の結果からテレホール酸と同定された。構造式は、2、3、8、 旧テトラヒドロキシビスに属する菌類の個実体には普遍的に含有されると言われている。一方、カラスタケとは直接的な形態的類似性を持たないカワラタケや爪ゴケ科のカブトゴケ属に置かれる複数の地衣類などからも見出されている。ポリオゼリンの加水分解によって生合成されるとされており、ポリオゼリンと同様に シトクロム P450 ファミリーのうちの9種に対する阻害活性を示すことが報告されている。風管したカラスタケ菌体をメタノールで抽出した後に酢酸エチルで分配し、ついで酢酸エチル層をメタノールに検索したものをシリカゲルカラムで生成、注意のフラクションをさらにジクロロメタンメタノールで流出する。フラクションごとに各種のキナプシン類が得られる。 一例として、中位のフラクションを取り、さらにヘキサン・サクサン・エチル・サクサンで分配した後、ローバー・ PR18 カラムを用い40から60%メタノールを通して生成すれば、キナプシン10に終える。風刊した、古実体に対する収量は0.0016%程度である。分子式、C22H18O8 のアンカシ色粉末で、 有点は184摂取185度である。2、5ジアセトキシル3、6時、P、ヒドロキシフェニルヒドロキノンと同定される。キナプシン12、および同じくカラスタケコ実体から単理された、キナプシン9やキナプシン24は、プロリルエンドプロテアーゼに対する阻害活性を有し、アルツハイマー型認知症の間は、治癒に応用できる、可能性がある。なお、 キナプシン24については、前後成もなされている。和名は、カラスだけの意で、この金の幾品について詳しく報告した、今関陸也による命名であるという。地方ではカラスマイケ、土マイケ、ひじきマイケとも呼ばれている。俗名、パリオゼラスは、たくさんの枝を意味し、主形容名のマルチプレックスは、何重にも重なるの意である。英語圏では、 ブルーシャンタールあるいはクラスタードブルーシャンタールの名がある。なお、中国では俗戦金の名で呼ばれている。ありがとうございます。